今回は最近ずっと春のハンモック泊に使うシュラフの種類とか、そのどんなシステムでやるかっていうのをいろいろ試してるんですけども、今回はですね、以前チューブキルトのみで寝るっていうのを2晩ぐらい試したんですが、なかなかこう調節が難しくて首筋から寒くなるっていうのが多かったんで、その改善案を思いついて今日試してみることにしました。で今回使うのがこれイージスマックスの3シーズン用のダウンシュラフですね。こちらもチューブキルトとして使えるので、まずこれをチューブキルトにして、でその上からですね、今回このフレームスクリードの2m×3m の小さいタープ、これを上からかぶせて、でどのぐらい効果があるのかっていうのを試してみたいと思います。でちょっと早速セッティングしていきます。でまずはチューブキルトをつけていきます。まあ、使う道具カラビナとバンジーコードですね。タープもテンションかかりすぎないようにバンジーコードとカラビナで止めていきます。内側の壁は普通のタープ。どうなんでしょうね。とりあえず試してみます。ということで今回はチューブキルトのみで上にカバーをして寝るっていうのを試してみたわけなんですけど、そうですね、朝まで特に起きることなく快適に寝ることができました。寒くなることはなかったですね。まあ、ただ最低気温が8度とかだったので、ここ何日かの間ではかなり暖かかったですね。ぐっすり寝ることができました。でこのかぶせてたタープなんですけど、結露もそんなしなくて、若干この頭の方がやや湿ってるぐらいで、特にシュラフやハンモックが濡れちゃうぐらいまでにはならなかったですね。このタープ 2m 3m のこの軽いタープは本当は小さく軽くなるので、ザックの隙間なんかに入れておいてもいいんじゃないかと
ます、ちょっとまたこれからどんどん温度が変化していくんで、いろんなパターンを試したいと思いますので、今回はこのくらいで終了にします。ありがとうございました。